真優選手のお気持ちを一言お願いします。めちゃめちゃ嬉しいです。長崎カップ2020決勝トーナメントが始まりました、実況を行いますは、本日4の字をしました笠原です。よろしくお願いします。そして解説に専修大学元主将の山田直さんにお越しいただいております。山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ決勝トーナメント1回戦が始まりました。17番18番レーンは、東京トレーンの熊澤颯選手と関東学連の千葉商科大学2年生の東海誠選手ですね。はい、この戦いはどう見ますか。そうです、東海選手この間のウェッグアイカップで2位に入るなど非常に好調できてますので、熊澤選手がついていけるかどうか注目ですね。そうですね、好調を維持している東海選手、ここで勝ち上がると前回のウェッグアイカップの決勝のリベンジの斉藤優太選手と当たることになっております。がぜん気合が入るのではないでしょうか。 そうですね、そして19番20番レーンは関東学生ボーリング連盟対決となっております。東京工科大学1年の羽ヶ崎匠くんと、駒澤大学の新生2年生、木之内大輔くんの戦いになっています。この戦いはどうでしょうか。そうですね、木之内くんどんどん今急成長しているところなので、はい、ぜひジュニアを倒して勢いに乗ってほしいですね。はい、木之内くんはまだ学連に入って1年なんですけれども、ぐんぐん成長していて、この間の全日本新人では見事
決勝進出を決めるという、そうですね、はいはいはい、難しいレーンを攻略できるというのはすごいですよね。そうですね、なんか本当にジュニアに負けないくらいの力を持っている選手なので、はい、期待したいところですね。はい、それでは試合を見ていきましょう。17番18番レーンは、東海選手が、ダブルでスタートを決めております。はい、駒澤選手は第1フレームが7本スペア。さあ第2フレーム、天秤が飛ばない。今の一投どうでした？結構よく投げたと思ったんですけれども、結構今回のレーン内側に入った時に天秤が飛ばないような気がしたので、はい、それをやっぱいかに飛ばしていくのかっていうのがちょっと難しいのかなっていうふうに思いましたね。なるほど、はい、桜ヶ丘ボールで今回、はい、大会が行われておりまして、はい、今までみんなが多分投げたことのないようなレーンということで、そうです、なかなかなんかレーンの変化が学連のレーンとは違って、そのようですね。そうですね、結構難しかったですね。僕も何も分かりませんでしたさあそして19番20番レーン羽賀崎選手、ターキー目です。引けばターキー、どうだ、来ました。羽賀崎選手は結構外から回転数を落として投げてるんですか？そうですね、予選から今つかないとボール、メイリージャブ SE をなるべくライン、はい、幅を取らないように狭く狭く回転を落として投げて打ち上げてるので、やっぱホームグラウンドの2点をうまく生かしてるのかなっていう風に見えますね。羽賀崎君はここでアルバイトを行っているということ で、 あ、そうですね、従業員補正というのを今日何度も使っていましたなるほどなるほどなるほど、はい、木之内君は今、10番ピンが残りました。そうです、いや先の向きが甘かったですか？そうです、ちょっと今入っていかなかったです。おー、東海選手来ました。東海選手ターキースタートです。さあこれで東海選手についていけるか熊澤選手、後ろで談笑していますね東海選手と熊澤選手だいぶ余裕がありそう、そうですよ、余裕がありそうですね交流会も兼ねた大会ですので、そうです ね、 ですね、はい、和やかな雰囲気で行われております。こういう雰囲気もいいのかなと、はいはい、さあ羽賀崎匠選手第4フレームです。右のレーンボール違いますね。お、ボール変えてる。さあ引いてきた、コース4連続ストライク、左右でボールを変えている。右はインフィニットバルキリーを投げてます、ね、インフィニットバルキリー、どのようなボールですか？まあ、左のレーン投げてるメイリージャブ SE に比べてカバーがソリッドなので、まあ、ちょっと内から投げて手前のオイルしっかり使って投げてるのかなっていう風に見えますね。なるほど、やはりその一番端のレーンということもあって左右差があったりするんですかね？そうですね、結構そういったところはあるのかなと。さあ木之内来ました。木之内君もいいですね。追い上げの一手となるか。木之内君は何を投げてますか？木之内君は多分両方ともフィジックス M を混ぜてます、ね、なるほど、フィジックスマンですね。そうですね、今話題の学連で話題のフィジックスマン2号木之内君予選フィジックス M で打ったって言ってたので、はい、そのイメージのまま決勝トーナメントでもフィジックス M を投げてるのかなと。なるほど、木之内くんにハンデがあるんでしたね。あ、木之内くんにハンデ10ピンついてるので、ハンデ10ピンついてる。まだ、じゃあまだわからないです、ね、そうです、まだまだ全然これから追い上げていけば。さあ、長崎選手第5フレーム投げた、どうだ、あ、10番ピンがわずかに飛ばない。ちょっと外側に触れたような風に見えたので、その分球がややちょっと入ってこないんですよね。なるほど、難しいです。さあ東海選手内からしっかり転がして引いてきた。いや素晴らしい4連続ストライク、ね、風格すら漂う20歳、富山のゴールデンルーキーが桜ヶ丘を攻めます。お、さあ木之内選手ダブルを引いていく。木之内選手ダブル持ってきたので、もうこれ差がハンデ込みでワンマーク差なので、まだまだ全然分からない、ね、分からなくなってきましたね、はい、いい勝負になってましたね、はい、さあ熊澤選手、あらフィジックスですかね。熊澤君がフィジックスを投げてますね。内を絞って、あ、飛ばない、渋そうな顔。2フレーム目と同じ天秤のタップの仕方でしたね。あれをちょっと飛ばしに行くのがなかなか今回のレーン難しいので、あれをどう飛ばすかが、そうですね、やっぱ1この勝負の鍵、はい、1円マッチでちょっと同じのが2回残っちゃうと結構やっぱ迷っちゃうと思うので、はい、やっぱ今3マークリードしている東海君がこのまま行きそうな雰囲気はありますね。なるほど、熊澤選手はマスクをしているから具合も悪いんですかね。そう、なんかトレンの試合でもたまにマスクしてるの見るので、口を覆うと落ち着くとかそういう感じかもしれないですね。そういう感じかもしれないです。さあ木之内
持ってくれば同マークになりますね。同マーク投げた。さあどうだ、多いんじゃないですか。やや厚めでしたか。そうですね、ちょっとだけ内に向いちゃったので、その分先の動きが出ちゃったのかなと。でもすごくいい投球だったと思います。はい、さあ東海選手ハイロードアクティブを投げていきます。うそーっと、ピンアクションで投げ倒す。5連続ストライク。風格がもう止まらないですね。止まらないですね。もう止まりましたね。長崎君も同じような9番ピンの感じだったので。なるほど、右のレーンは今ワンマーク化ですね。これはレーンが変化したんですか。いや、単純な失投ですか。ちょっと見にくかったんで分かんないんですけど、そんなに変わったとかじゃないと思います。多分ちょっと、はい、どっちかに失投しちゃって、誤差という感じですかね、はい。オールスペアで来ている熊澤選手、第5フレーム。さあちょっと乗りましたか。飛ばしていく。ちょっと回転数を上げて内に寄ったんですか。そうです、ちょっと回転増やして内に寄ったように見えましたね。なるほど、はい、素晴らしいアジャスト。まだわからないのか。いや、いいボールでした。さあそして11番レーン12番レーンはどんな感じですか。あの、かなり年齢の低い対決ですよね。そうですね、見た感じ熊沢君、弟の方がサーティーを持ってきてノーミスなのでリードしているように見えますね、はい。なるほど、兄と弟2人とも残ったんですね。そうですね、熊沢家強い。熊沢家強いです。さあ東海君、東海君どうだ。ああ、いやいや刺さった。ちょっと今内側向いちゃったので。なるほど、まあ、入っちゃいましたね。13、14番レーンはどうですかね。野中美咲選手が6連発。そうですね、あれはもうほぼほぼ決まってますね。12位でボーダー通過からの下克上。そうですね、万年マッチだとそういうことがよくあるので。そうですね、あとあの小西君は優しいので、あのなんか勝たせてって言ったら勝たせてくれるかもみたいなことを試合目に言ってました。なるほど、作詞ですね。作詞ですね。さあ羽賀崎選手ストライク。19-20、すごい勝負になってますね。熱い戦いですね。さあしっかりカバーしていく隙がありません。東海選手膨張色ですね。白いカバーボはカバーしやすいようなイメージがありますよね。あ、なるほどなるほど、確かにそういう風に思う人もいますね。そういう人もいると、はい、ボールの大きさは一緒なんですけど。そうですね、熊澤選手もあっとやや曲がってしまった。これは厳しい展開。ちょっと熊澤君今のペアミスで4マーク5マーク差になっちゃったので、なかなかちょっと厳しい感じですね。そうですね、先のうち引いてくるか。引いてきた。完璧でしたね。完璧なストライク。素晴らしい。これは素晴らしい。これは同マークになりましたか。3で組み同マーク。完全に同マークですね。さあ東海選手はもう隙がないですね。これも決まりましたかね、はい、これはほぼ決まりですね。長崎外にややぶつけて持ってきた。長崎選手譲らないですね。長崎選手逃げ切れるのか。おお、不思議なピンアクション。あれがフィジックス、あれがアトミックコア。あ、入ってます。あ、フィジックスマンです、解説に、フィジックスマンさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今のピンアクションどう見ますか。いやー、やっぱいいですね。はい、では第9フレームです。あれもさあ、あれもフィジックス。フィジックス M どうだ。あー、ちょっと今力入って手前飛んで、そこ流れちゃいましたね。なるほど、はい、もう戻りきらなかったですね。これは痛いですね。東海市強い。さあ阿賀崎選手、ここで引くとほぼ勝負が決まるかというところですね。持ってくれば3。さあどうだ、外からメリーが、おーっと、まだわからない。まだわからないですね。これ木之内君2本大事になりますね。ここは2本しっかり取りたいですね。あー、熊沢君左のレーンがもう全然、なんでガッツポーズをしてるんですか彼は。2本取っていきました。まだ分からない。勝負は10フレームに持ち越されました。さあここで状況をおさらいしましょう。木内選手はハンデが10ピンあるので9フレーム終わって193、そして高崎選手は204、11ピン差ということは、木内選手は持ってきたい、持ってくると相手にプレッシャー、カウント次第で勝てる。
花崎はダボでシャットアウトですね。そうですね、ダボでシャットアウトでもマークを外したりするとまたちょっと分からなくなる。そうですね。さあ運命の第10フレームです。どうですか、いいんじゃないですか。さあ来るか、あーなーバンピンが飛ばない。うーん、しっかり投げたんですけどね。なるほど、これでミスマッチ。そうです、ミスマッチですね。もうさあマークが必要。さあ投げた外にぶつけて、おっと分からない、はい、分からないですね。でもこの7番ピン結構相当なプレッシャーかかりますね。そうですね、もちろん内君はもうカバーが絶対なので、そうですね、カバーしてストライクで213で終わるので。そうですね、そうですね、でも3本取ると、3本取るとそうですね、そうですね、ドーピンなので、はい、ワンショットマッチまであります。絶対に取りたい、絶対に取りたい。おー、かわしたしっかりかましたね。しっかりこの状況のパワー、はい、ナイスカバーです。さあこれで213、あ、わかんないですね。これ花崎君もこれ2本取りに行くか、2本どうなるかわかんないですね。そうですね、木之内君の一投次第でどういう風に攻めるかが変わってくる。そうですね、木之内君がもう10本倒すと花崎君3本以上が必要になりますので、ここまでこんな複雑な状況なかなかないんじゃないですか。なかなかないですね、これは。機動力でもしっかり10本倒してプレッシャーがきたいですね。さあ10本がきたい、10本引けるか、投げた、ちょっと打ち返しましたね。いけるか、いいんじゃないですか。来ました、10本、素晴らしい、203でハンデ込み213ということは高崎君は3本取らないといけない。カバーで勝ち、カバーだと、はい、勝ちになりますね。さあ投げた、そうだ、どうだ、あ、どうなる、来るか、一本、惜しくも1本、7本カウントで211対213で駒澤大学、井上選手が勝利しました。そうです、いや、まさかの大逆転勝利、これはすごい勝負でしたね。すごかったですけど、名勝負になりました。いや、でもどちらも称えたいですね。そうですね、そうですね、両方ともすごいいいゲームを見せてくれましたね、はい、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、92、93、94、95、
また違った展開になったのかなと、はい、テイクリーブしっかり合わせてきました、ね、そうですね、はい、東日本選手権も優勝している実力者ですから、そうですね、また次の大会での活躍を期待したいですね。そうですね、はい、はい、学連のフィジックスマンさん、今の試合どうでしたか。え、あ、トレンのフィジックスマン、なるほど、あちこちにいるんですね各連盟に2個で東日本制覇したフィジックスだけでいいっていう、アトミックコア、頭アトミックコアですいいスライドますね。さあ最後の1投です。どうでしょうか、引いていきました。さあこれで243-193で、関東学連の東海誠選手が、2回戦へと駒を進めました。ということは次の決勝トーナメント2回戦でウェブアイカップ決勝の再来ですね。なるほど3位シード枠の斉藤優太選手と東海誠が激突することになりました。いやまたいい勝負を見せてほしいですね。はい、次の試合